こんにちは、シアロディです。今日はですね、速報なんですけれども、先ほどですね、ついさっきなんですが、インスタグラムなどの SNS 上でですね、こんな話が、出てきました。まあ、表題の通りですけれども、こちらですね、ボーン&レイズド、ナイキのダンク SB のですね、コラボということで発売される予定だったんですよね、これね。めちゃくちゃ注目度が高い、ものだったんですけれども、これがですね、公式の発売をキャンセルされたという話が、出てきました。おそらくね、前の僕が作った動画こちらなんですけれども、見ていられた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ボーン&レイズドのですね、創業者の一人である、スパントがですね、亡くなってしまったという、交通事故だったんですけれども、それをきっかけとしてですね、発売の延期がされてたんですね。今年の7月に発売されるということでアナウンスされてて、スニーカーズからの発売ということでね、言われてたんですよ。なので公式の発売を待ってた方も多かったかと思うんですけれども、これがですね、キャンセルになったということですね。でこれ理由がですね、本当に多分今まであんまりなかったんじゃないかなと思うんですけれども、フレンズ&ファミリー、親族友達のためのですね、在庫を確保するために発売を停止したということなんですね。でこちら見ていただきたいんですが、これが届いたメールですね。和訳すると、誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいたナイキボーン&レイズド SB ダンクローサイズ9の在庫は非常に限られておりました。そのため残念ながらフレンズ&ファミリーの注文を満たすために午前12時からの一部の注文をキャンセルしなければなりませんでした。あなたの注文は多数のキャンセルのうちの一つでした。ご不便おかけして誠に申し訳ございません。最初のお支払い方法に返金されます。ありがとう、ということでね、こういったメールがボーン&レイズドの方から来たということですね。なので全部じゃなくてね、一部の注文がキャンセルされたということなんですけれども、このフレンズ&ファミリーの内訳というのがね、何足ぐらいいったのかっていうのがわからないっていうのがありますが、最初に生産される数からですね、だいぶ少ない数しか、一般には行き渡らなかったんじゃないかなっていうところですね。一応先月にですね、ボーン&レイズドの方から公式でカリフォルニア州在住の方だけですね、カリフォルニア州に住んでるっていう ID を示すことによってですね、抽選に参加できるっていう地元を優先のですね、アーリーアクセスっていうのがあって、それによってね、いくつかはですね、一般に販売されたみたいなんですけれども、今回のボーン&レイズドのですね、オフィシャルサイトからの購入に関してはですね、一部がキャンセルされたということですね。こういうこと普通ね、ナイキ多分やらないと思うんですよ。っていうのがね、ナイキの限定スニーカーだいたい数万足出るんですね。だから今回のこの、ボーン&レイズドの SB ダンクもですね、そのぐらいの数が出るんじゃないかなと思ってたんですよ。となるとですね、親族友達ってそんな数万人もいますかっていうことになってくると思うんで、どういうこれ分配されるのかなっていうのがちょっと気になるところではあるんですけれども、この話を聞くとね、日本にはおそらく入ってくる可能性っていうのはかなり少ないんじゃないかなっていうふうに思う方もいらっしゃるかなと思うんですよね。まあ本当に前代未聞というか、僕本当に聞いたことない話なんですが、公にボーン&レイズの公式から発売されると言われていて、7月の段階ではスニーカーズでも販売されるというふうに言われてたものがですね、もう一般には手に入らないようなですね、スニーカーになってしまったということですね。まあなってしまったというか、これはまあすごく僕は粋な、なんていうかな、選択というか、はい、だと思うんですよね。要するにその、個人を忍びたい人、友達とか家族とかを優先して全然関係ない人というかに行き渡るよりも先にですね、その家族とか友達に、行き渡るようにということで在庫を確保したんだと思うんですね。これね、いろんな見方ができるかなと思うんですよね。もちろん発売されて欲しかったスニーカーが発売、されないということでちょっと残念だなという人も多いと思いますし、ともすればこれはバックドアというふうに言われるですね、可能性もすごく高いような行為をですね、公にしてやっているというところ、これに関しては不満の声が出るというところもね、あるかと思います。しかしさっきにお話した通りですね、今回は創業者スパントのですね、追悼のためにやっているというところ、生前に仲良かった家族、友人、関係者などに優先するという部分に関してはですね、しっかりとした理由かなと思いますんで、これはバックドアだというふうに思う方もね、少ないかなというふうに思います。これが例えばトロフィールームとかの場合だとですね、完全にもうね、転売屋に横流しみたいな感じになってたんで、それに関しては本当にね、良くないなと思うんですけどもね、それとは違った、緊急な理由があるということがありますんでね、そのあたりもちゃんと組んで捉えないといけない話だなと思いますね。まあその、気の毒だったのはですね、普通に欲しいなと思ってね、参加してた一般の、抽選に応募した方だと思うんですよね。フレンズ
ードファミリーのためにですね在庫確保するというところに関してはすごくねいい話だなと僕は思うんですけれども、ただ入金後にキャンセル今回これしてますよね。あの返金しますって書いてるんで、その理由にねフレンズ&ファミリーつけるっていうのはなんか後付け感がちょっと出てしまうので、急遽おそらく決定したんじゃないかなと思うんですよね。まあ考えて考えてのね、今発表になったというか購入キャンセルという形での表明になってしまったってことなのかもしれないですが、ちょっとね対応は遅かったかなというか、それだったら最初からねフレンズ&ファミリーの分を確保して限定ソックスかなり絞った上で一般販売するという形にすればね、不満はもうちょっと抑えれたんじゃないかなというところがあります。あとね SNS いろいろ見てたらですね、本当にごく少数ではあるんですけれども、キャンセルメール自体がフェイクの可能性があるっていうふうに言ってる方もいてたんですよね、外国の方でね。それはこのね今写した画像のみが出回ってるからっていうふうに言ってる方がいらっしゃいました。どうなんでしょうね。実際にこれ応募した人に聞くのが一番早いかと思いますんで、もしね今この動画見てらっしゃる方でアメリカ在住とかでですね、ボーン&レイズの抽選に応募したっていう方、こういったメール来ましたかね、それとも普通に買えましたでしょうかね。そういったあたりももし分かる方いてたらね聞かせていただきたいなと思いますね、コメント欄の方で。ただこのね、フレンズ&ファミリーのためにですね在庫を確保するというこの行為自体はですね、すごく僕はね美しい話だなというふうに思いますね。それがもし例えばね、フレンズ&ファミリーでですねお前10足あげろみたいな感じでもらった人がいてたとして、その人が仮にですね10足もあるから1足2足売ろうかなみたいな感じで思って売ったりとか、あとその受け取った人がですね自分の友達にあげたりとかして、その友達が売ったりとか、そういうことがあったら悲しいなっていうふうに思う方もいるかと思うんですが、多分ですが僕の思うところですね、アメリカってね日本よりも転売文化に関してはですねいいこととは思われてないんですけれども、必ずしも悪いというふうにもですね捉えられてないっていうのがあるんですよ。だからこのねスニーカーを分配することによって、フレンズ&ファミリーで受け取った人がもしお金に困った時にそれを売って自分のお金にしてですね生活の足しにするとか、そんな風なですね救済の意味でもあるのかなというふうにも思ったんですね。プレミアめちゃくちゃついてるスニーカーですからね、もし定価で買ったとしても、販売する時には転売価格かなり乗ってくるというふうなねものですんで、そういう意味での資産のね分配みたいなこともあるのかなというふうに思ったんですよね。まあ言うてもね数百ドルっていう感じだと思うんですけどね、それでもやっぱりねそういう、価値のあるものについてですね仲間とか家族に分けるっていうことはすごくねいいことかなというふうに思いましたね。まああとね普通にまあ順当にそのスパントに対するですね追悼の意味っていうのが一番大きいんで、この SB ランク見るたびにですね、彼のことを思い出すでしょうし、スパントはカリフォルニアのね文化をですね忘れ去られないように流されないように残したいっていうふうに言ってたんで、その文化の一つとしてですね色濃く残っているボーン&レイズとのですねスパント、彼が忘れられないためにもですねこのボーン&レイズと SB ダンクが、まあ、ある種、伝説のスニーカー、なかなか手に入らない伝説のスニーカーとしてですね称えられる存在になるということはすごく僕はいいんじゃないかなというふうに思いました。ボーン&レイズドっていうのはもともとそのスパントのね人生を反映させるためのブランドということでね、前の僕の動画でもお話ししましたけれども、ブランドコンセプトであったスパントはなくなってしまったというところでですね、周りの方たちの意向を組むっていう追悼の意を示すっていうところに関してはすごく僕は合理的というか気持ちに寄り添ったすごくいい対応というふうには言えるんじゃないかなと思います。まあまあでもいろんな意見はあると思いますね。もともと人気のすごく高いスニーカーだっていうふうに言われてたんで、抽選あったとしても、ね、手に入れられる確率の方が少ないもんですから、それだったらもう元からなかったものとして考えてですね、美しい話というか伝説のスニーカーとして、記憶の中に残るかなと思いましたね。はい、ということです。まあ皆さんの意見もね聞かせていただけたらと思いますけれども、ボーン&レイズドはね、アパレルもナイキと一緒に出すっていう予定があって、これもねどれもめっちゃかっこよかったんですよ。このあたりもね発売しないのかなとか、アパレルだけは発売したりするのかなとかって考えるところでもありますが、今回に関してはですね肝心な方のですねダンク SB が発売中止になったということで、皆さんの意見もですねどのように思ったかっていうところ、コメント欄に参加して聞かせていただけたらと思います。ということでちょっとね、今日は、雑な、速報になりましたけれども、また皆さんの意見、書いていただけたらと思いますんでよろしくお願いします。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。シャルディでした。あ、今日すいません、昨日出すって言ってた動画出しますんで、また後で見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。楽すぎて麻痺する感覚、スニーカー込んでも履くサンダル、I'm good、 スーツで決めるサンダル、I'm good。